皆さんこんばんは、元男の子の青木かのんと水ヶ崎です。イエーイ。今回は大物ゲスト水ヶ崎さんに来ていただきました。最初に水ヶ崎ちゃんに自己紹介していただいてもいいですか？はい、高校1年生16歳水ヶ崎です。わっけはい、16歳。はい、26歳だからちょうど10歳差ですね。大丈夫かな。水ヶ崎さんは最近ものすごいバズりっぷりをされていて、ちょっとその経歴といいますか、どのようなことが最近自分の身に起こったか、あのテレビの出演とかフォロワーがこんぐらい増えたとか言ってもらえますか？1月11日に、はい、音楽チャンプという番組に出て、あ、有名な番組で、ツイッターのフォロワーが8万人ぐらいになって、でも、はい、もう一回完全にモーツァルトで、ああ、はいはい、そしてもらった時に15万人ぐらいに。すごいよね。最初何人だったの、そのテレビ出るときは？1000人から、じゃあ4ヶ月で1000人から15万人。はい、やば、まあ、こんな感じで、で、小学校6年生からなんかその路上ライブやられてたんですよね。あ、すごい。で、すごいすごい、本当に本当にもうびっくりするぐらいすごいから、で、今回さきちゃんにちょっと聞いていきたいことがあって、私も最近あの歌を出したんですよ、実は。かさぶたの私っていう。聞きました。はんちょっといいはい、で、やっぱりあの、まあ、元男の子なんで、その声に悩みがあるんですよ。そのどうやったら自然に高い声が出るのかなとか、声量のある感じで高い声が出ないっていうのがやっぱ悩み で、今日さっきバースデーワンマンライブちょっと見させていただいて、やっぱりすごい、もうびっくりするぐらい声量あって、しかもその声量安定したまま、なんだろう、もうグーってくるぐらいのなんか歌い上げっぷり、なんかそれがもう本当に感動して、そんなさきちゃんにちょっと私がどうやったら声量が上がって声が高くなるかをちょっとアドバイスというか、今やられている練習法とかを聞きたいんですけど、いいですか？ちょっと聞いても、はい。昔は、はい、高い声を出すために西野カナさんとか、うわ、高い、最初から高いじゃん。そうなんですよ、もう限界の高いところを聞いて歌って、はい、で最初全然出ないんですけど、なんか出そうとしてるうちに勝手に喉の使い方が、体が勝手に覚えて、YouTube の発声練習のめっちゃ高いところをめちゃめちゃ裏声使わずに地声だけでいこうとする。それで、そしたら勝手に楽な歌い方が身につく。身につきます。なんかリスキーっていうか、私からしたらその無理やり高い声出すとなんか喉痛めて、なんか喉が壊れちゃうんじゃないかってイメージあるんだけど、そういうのでは全然なくて、最初はめっちゃ壊れるんですけど、うん、あ、一回壊してるんだ。はい、あの結構もともと声がハスキーだったので、もともと高い声も出しにくかったけど、うんうんうん、その中壊すと喉も強くなるんですよ。ま、筋トレじゃないですか、みたいな感じです。だから風邪の時に歌ったりとか、あ、それで風邪ひいた時にも歌えるようになったりとかするので、すごい。なんか一見なんか古典的っていうか、なんだろう、今のこのなんかいろんな情報とかあるじゃんだからこういう風に歌ったら楽になるよっていっぱいあるのに、結構もうわーってやるような感じ、はい、結構効果やっぱ、いや、すごい。あります。なんか風邪ひいててもライブで歌えるようになったりとか。すごい。なんか喉は強くなります。だって今日1時間ぐらいでしたっけ？2時間ぐらい、はい、1時間半ちょいぐらい、うん、だってもう最初から最後までもぶっ通しでうわーっていう感じの、しかももうすっごい綺麗な声で出たから本当にびっくりして、なんか正直その私ライブあんま行ったことないのね。すごい刺激を受けたっていうか、あ、自分このままだってやばいぞっていう、本当に本当に。しかもなんか勝手に私親近感湧いてるんですけど、さきちゃんって身長私と同じ170センチあるかないぐらいです。え、あるでしょでもこの前、ね、もう女分じゃねえわこんなによ。この前なんか測ったら 169.4 だったみたいな。やばい、負けた。ああ、なんだか私の方が高いって多分ね、私 170.1 とかそんぐらいなんだ。じゃあ、2つ目の質問を聞いて大丈夫ですか？はい、まあ、さっきちらっとお話なんですけど、かさぶたの私っていうのを聞いてどうだったかみたいな、ここをこうしたらもうちょっと良くなるんじゃないのっていう。いやでも聞かせてもらって
時、うん、なんか男の子って感じなかったぐらいめっちゃ綺麗でなんか透き通ってたのでめっちゃいいなと思いました。自由に、はい、すごくやばいっすよ。なんか三坂咲様にそんなこといやめっちゃ素敵でした。いやで、なんか悩んでんのが、はい、もう一個あって抑揚っていうか、うん、太い声出したりちょっと透き通った声出したりってあってやっとなんかそのうわってなんか聞いてる感があるじゃん。なんか私の場合ずっと薄っぺらいっていうかずっとミックスでしか出してないからなそこがすごいなんだろう苦しいっていうか、うん、でも、うん、せっかくその男の子の音域もあるじゃないですか。そうなんか低いところとかも、うん、多分普通の女性よりは出ると思うんで、うん、なんかそこから女の子の高さの音域まで出たらすっごい強いと思うんです。羨ましいです。え、逆にじゃあ、さきちゃんからしたらその低い音域も出した方がいいってこと？はいはいはい、ぜひ、絶対その方がいいと思う。絶対？ねえ、なんかその、他の人にも言われたの、なんかなんで低いところを出そうとしないのみたいな。結構やっぱ、なんだろう、横に今、パヤン先生も聞いてらっしゃるんですけどやっぱ、うちって低いとこさ、出そうとするとさ、なんかビビるじゃん。なんか男の部分見せたくないみたいな、制御しちゃう。制御しちゃうの。あ、無理やりでも常になんかミックスで出そうとして空回りしちゃう。あ、絶対女の子は男性より絶対出ないじゃないですか、はいはい、低いところが、うん、だからもう本当に武器やと思います。低音はやっぱ羨ましいです。すごい。だから絶対出してった方がいいと思います。低い声を、はい、いや絶対いいです。だって曲の幅も増えます。いや、なんかここまで言われちゃうとなんかこれが本当に正解なんだろうなって、なんかそう、なんかやっぱ周りの人にも言われる。それはなんか低いところを出せるんだったら変わるのにって言われるけど、なるほど。そう、めっちゃね、意外と結構普段ふざけるけどなんかそういうなんか男の部分出すっていうのがなんか嫌だっていうか、うん、いやいや、でもそれは男の部分になるかもしれへんけど、うん、でも絶対人にはないもん。ほんまに？はい、本当に、ほんまに。だから、ぜひ、聞いてみたいです、はい、ありがとうございます。で、いつかね、うん、なんかもう本当何万年先かもしれないけど、もしかして、もしね、なんか一緒にコラボとかね、できたらね、ね、もう、いやもう、今後とも仲良くしていただける、はい、ちょっとかしこまっちゃう。なんかこうやって聞くときは、タメ口は無理だわやっぱ、うん、そこは。いや、ありがとうございました。ありがとうございます。はい、ちなみに、さきちゃんはこれからこうやって音楽活動、今もうこうやってバーって今上がってる中で今後どうなっていきたいかとかあります？世界で活躍できる、やっぱすごいよ、アーティストになりたいなとは思ってます。ずっとだそうです。皆さん、もう皆さんご存知だと思いますが、さきちゃんの、Twitter のリンクと YouTube のリンク、はい、はい、画面の下に貼ってありますので、ぜひ、フォロー、チャンネル登録してね。もしこの動画が良ければグッドボタン、グッドボニャーチャンネル登録、評価お願いします。ツイッター、インスタグラム、そしてサブチャンネルはアイコノの秘密箱も画面の下にありますので、ぜひそちらも見てね。また次の動画でお会いしましょう。私は僕、いつになっても居場所探しで埋もれてゆく夜空の下。